はい、できました。もういいっすよ。あ、もういいっすか。収録じゃあ今日もお願いします。あ、はい。あれ、なんすか。ちょっと待ってください。うん、あれ今日、え、ちょっと待ってください。服何色着てます。うん、うわ。なんで緑なんすか。うわ。緑着てきちゃった。いや、前ダメ。あ、そうか。そう、前透けるからダメって言ってじゃん。腹んとこ透けたじゃないですか。これ微妙にこうなんか映ってる、映ってる、映ってない。ダメですね。カットしましょう、このシーンは。なしでいきます。そうか。いやいやいや、ダメですよ。もうこれだって。なんでですか。まあいいか。はい。はい、じゃあ他チャンネル始まりました。本当にいいですか。こういう面白くないですか、このスケスケの感じ。いやいや、全然面白くないですよ。首だけがこういう。ボディがなくても。まあ、確かに別に関係ないっちゃ関係ないですけどね。そうでしょ、このギターが弾ければ。いやでも、まあ、約10分間ぐらいなわけですからね。そう、もうこれもうギターもちょっと見えなくなっちゃってるじゃないですか。こう腕で囲んじゃうと。あ、これこれ、そう、こうなる。うわ、あ、でもそうか、どっちにせよ。おなんすいいの。このお酒はこれこれね、焼き芋焼酎クロス。これ香ばしい、美味しいんですよ。いいっすか、いただいちゃって。どう、それはロックっすか、水割りっすか。ロック、焼き芋クロス、ロック。もう継ぐのめんどくさいんで、でかい方で。てくちょっと普通の芋焼酎とちょっと違うんですね。まあそれはあのお店で飲んでください。ここにありますので。500円、600円。焼き芋ロセ600円じゃなかった、多分600円ですね。一杯600円、山盛り継ぎます。動画を見たって言ったら500円のことですか。ああ、そうしよっか。クロセちょうだいって言ったら500円。いや、それ見てない人も言うかもしれないです。もうそれで言うかどうか。ああ、そうですね。もうそうやって言わないともう絶対600円で。はい、お願いします。お願いします。はい、じゃあ今回パート2なんで、ライズのバルガーディスプレイオンパワー増額ライズ。前回あのじゃじゃんじゃんウィーンってやったじゃないですか。やりました ね。あの今までのダイムさんの弾く復讐みたいな。そうですね、復讐フレーズを。そうそうそう。で今回はあのソロの冒頭の部分、じゃじゃんじゃんウィーンの後のソロの、はいはい、じゃじゃんじゃん、うん、ウィーン、ウェー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 ってあるんですけど、なんかごちゃごちゃしとるとこさ、ウェー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 ウィーンっていうやつを、だから今回ちょっとアームをいっぱい使います。おっ、とうとうアームを使っちゃうよ。前も使ったかもしれない。じゃあそんな感じでね、ここに出てる続楽。はい、出しますよ。はい、ライズ続楽。なんか手だけだ。まあいいか、やっぱやめた方がいいんじゃないですか。取り直しましょうよ。あ、背景この間言ったやつあったじゃないですか。あ、はい、ありますよ。ボーって燃えてるやつ、炎をね、作ってきましたよ。本当？いや、最高の仕上がりになりましたよ。じゃあそれお願いします。チェンジキュイン。おぉ。これ俺が。そう、フカチャンネルでかくない、字が。いやいやいや、これぐらいちょっと言った方がいいかなと思って。マジですか。で、しかもこの今回のこのスケスケと相まって、なんかいいっすね。あ、その A の穴とかに、ここもうちょいしてここ。うわ、くだらんですね。くだらんですね。じゃあ早く引けって感じ。ここ、こっちの A、 いいっすよ。あれ、なんか点ってあるよ。あ、これか。うん、引っ立てね。
何あら何それ、ちょっと待ってね、なんかいろいろ出てきてる。まずはどこの部分か曲を聴いてもらいましょう。どうぞ。ここ前回やったやつね。ここからウィーンと、ウェ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 ウィーンですね。はい、今のソロのところですね。はい、ウェ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 のところ、あれは三弦10フレット、これと2弦の8フレット、これ。その後が3弦9フレットと8フレット2弦はそのまま。ね。おお、なんか。で、その次は3弦のこの8フレットになって、2弦の11フレット。これね。で、ウィーンのところはこの2弦の8フレットね。はあ。で、もうペン。で、その次は2回目の時はさっきこの和音だったんですけど、このちょっと弦飛びで3弦8フレットと1弦の11フレットこのね、はあはあ、こういう感じ。チューニングこれ、オクターブ奏法、オクターブ奏法、はい、こことここで、この2弦は弾かない。おー、で最後にウィーンって、これもオクターブのまんま3弦の12フレと1弦の15フレ、このキーンっていう音が入ってくるのがかっこいいね。そうっすね、2回目の方はそれがありますもんね。そうなんですよ。だからじゃあウェ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 ポイントの、そうですね、うん、パンケーキでってやるんじゃなくて、でアームを使います。この棒、これあのウィーンってなるやつ、これでやるとウィーン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 、いいっすね、ぽいぽいっすね、ウィーン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 かっこいいですね。で、これあのこうやってこっちに持ってやるとあんまこう見栄えがあれじゃないですか。そうですね、ダイムバックダレルっぽくないですね。あ、もう使ってますね使ってますよ的な感じなんで、ダイムバックさんこうよく後ろにスープにするわけそうですね、もうね、バンテラといえばバンテラでこれだなのでで、ここに来るとき、こうやってってやってもいいんですけど、ここからちょっと下げてで持ってくるとウィーンっていう感じになるので、かっこいい。すごい。下げてウィーンってやる。それはすごいですね。うん、でもう一個の方もウェ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 、ほんでオクターブウェ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 、あ、ちょっと失敗ウィーンってこうやってウィーンってこう元の音に持ってくる。あ、そうするとかっこいいかなと。ちゃんとやりましたね。そうですね、きちんとやりましたね、難しいですね、もうチューニングから難しいですもんね。
ご褒美クロス M で。でそんな感じで、まああのウィーンとかこのこう弾いてからやるともっと綺麗に音は出るんですけど、こんな感じでこうハンマリングっていうか、ハンマリングというかこうこのポジションを指でキュッと押さえてもらって、ウェン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 ってなった時にこうギュッて押さえてもらうとこう難しい出るんで、で他の弦はまあ音出ないように中指とか使わない指とかでミュートしてもらうとよりかっこいいんじゃないかなとね。これであなたもだいぶバカですよ。感動してました。でこれにこうコーラスとかディレイとかリバーブとかかけるとさらにそれっぽくなるんですね。ーコーラスかけると結構それっぽくなる。ね。おお。ね。ああ。キーンっていう音が残るのがかっこいいみたいな。じゃあそんな感じで曲に合わせてやってみましょう。俺なりに弾いてみた。いやいや。はい、ってな感じでいかがでしたでしょうか。このね、最後のここね、このキーンっていうのが鳴る、ここに全てをかけてください。難しいですね。うん、あとはこの後ろでワイ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 ってやるね。そして次回、お次回はじゃあ緑の服を着てこないします。すいません。はい、首取ってないですみません。顔から顔、ギター、足みたいな、微妙に体が映ってる。そうですね、色もその微妙な緑なんで。そうですね、ちょっと気をつけます。そう、着るならもうきちんともう綺麗な緑着ていてください。そうっす、腹のあたりがジジジジって。じゃあまた、あ、違う、次はあれだった、ライズパート3。マジっすか。ソロでまだあるんですよ。もういいんじゃないですか。じゃあ細かいですけど、もうソロてんこ盛りなんですよ、ライズは。そんなにライズ好きなんですか。そう、あのドドンドゥンウィーンでしょ、はいはい、ほんでウィャンウィャンってやってウィーンってやった後にまたあるんですよ、ここだなみたいなとこが。じゃあそれ次適当だな。それ次パート3でお会いしましょう。ではまた会いましょう。フカチャンネル、バーイバーイ。